俺たちの世界は終わっている。は、レッドエンタテインメントから2017年11月9日に発売された、プレイステーションビータ用ゲームソフト。略称は、オレオは、新キャラクター、新シナリオなどが追加された、ジャッジメント7俺たちの世界は終わっている。は、プレイステーション4と、ニンテンドースイッチにて2019年2月28日、発売。 現実世界と仮想世界の二つの浅草を舞台にゲーム開発会社ジャッジメント7が巻き込まれた数奇な運命を描いたアドベンチャーゲームレッドエンタテインメントが7年ぶりに発売した完全新規タイトル原案及びディレクターを桜対戦シリーズで原案と世界設定を務めた森田直樹シナリオをかつてレッドに所属していたライトノベル作家のアチタローキャラクターデザインを ハイ幻想のグリムガルでイラストを描いた白井栄里が担当している。浅草のゲーム会社がテーマとして選ばれたのは、レッドの本社がかつて浅草に置かれていたことが背景になっており、花屋敷などのいくつかの施設が実名で登場する。森田は本作の開発動機について、それまでのレッドは桜大戦だったりセガさんだったりに寄りかかっており、 桜が自分たちの手を離れたあの時がチャンスだった。苦労しないと自分たちの財産にならない。今のレッドの人たちと、そんな体験をしたかったと述べている。海外版はプレイステーションに4ニンテンドース o ィ w i Steam にも対応しており、搭載言語は英語と日本語。発売時期は後述するジャッジメント7と同じく2019年だが、内容は、 国内のビータ版と同一となる。2017年7月16日、ジャッジメント7で働くアルバイトディレクターの午前0時、ジは同じアルバイト仲間の早瀬優乃と共にメインプログラマーの終わり世界が開発した WORLD プログラムの検証実験を浅草で行っていた。実験の最中、0ジは崩壊した街並みと貼り付けにされたジャッジメント7のメンバー、 そして見知らぬ少女の幻を目にする。その時を境に、ジャッジメント7の周囲で奇妙な出来事が起こり始める。文章を読み進め、選択肢によってエンディングが分岐するアドベンチャーゲームにおけるオーソドックスなタイプ。ジャッジメント7俺たちの世界は終わっている。は、5PB より2019年2月28日に発売された、プレイステーション4任天堂スイッチ用ゲームソフト。 新キャラクターと新シナリオが追加され、システム面がよりブラッシュアップされた。購買像に科学アドベンチャーシリーズのファンを想定しており、科学アドベンチャーファンに捧ぐ渾身の一作と宣伝されている。PS4 版は広報互換により、プレイステーション5でもプレイできる。俺たちの世界は終わっている。新世界音楽集は本作のオリジナルサウンドトラック。 デジタル配信専用。劇中で使用された BGM とジャッジメント7を含む主題歌をすべて収録。加えてアルバム購入特典としてボーナストラック3曲が用意されている。ジャッジメント7俺たちの世界は終わっている。に関するカテゴリー。ありがとうございます。